僕が苦しい時、君が女神に感じるんだ。結婚してください。素敵。ちょっと待った、君を抱きしめたいかもしれない。あったかいだろ。最高。結婚してください。君とバージンロード、バージンロードと太陽、どうにかなってしまいそうだ。告白からさないか、大切にするよ、結婚してください。HKT48 6期生の生野里奈です。柳瀬玲矢です。井原半奈です。よろしくお願いします。そして今回の先輩ゲストはこちら、チーム K4 の今村マリアです。あ、私今村チルドレン。あ、そうです。え、何ですかそれ。今村チルドレンっていうのを作ってて、はい、あの小田ちゃんと、小田ちゃんはシニアなんですけど、シニアひなちゃんチルドレンの1人目として、ハンちゃんが2人目になりました。おそうね。そうなんですよ。イクノちゃんとか。イクノ仲いいよね。はい。言わせたみたいになっちゃった。私イクノのことをイクノって呼んでるんですよ。いや、最初嫌かなって思ったんですよ。呼び捨てだし、名字だし。で、イクノ嫌だって言ったら、なんか嬉しいかなと。ずっとイクノって呼んでます。はい、ということでこの4人で行う企画は、人気ボードゲームのたった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよです。おー、すごい。なんだそれは。どうですか、プロポーズをしないといけないっていうゲームらしいですけど。そうだよ、ハンちゃんと行くのにプロポーズはまだ早いよね。12歳。2人とも12歳なので、うん、このゲーム知ってますか。いや、初めて聞いた。ちょっとだけ知ってました。あ、そうなんだ。よく動画とかで見てきます、うんうん、あ、そうなんだ、じゃあ有利だね、ハンちゃん。本当だね。はい。ということで簡単にゲームのルールを説明します。はい。プレイヤーには初期カードの6枚が配布されます。こちらのカードには僕はとか君は愛してるとか書いてあります。次に山札から単語カードをそれぞれ6枚引き、スタートの合図と同時にカードをめくり、プロポーズの言葉を考え、プロポーズにしてくださいということです。その際必ず最後に結婚してくださいとつけてください。はい。プロポーズ緊張するね。はい。それでは早速やっていきましょう。はい。ということでまず最初に親を決める、プロポーズされる側。はい、そうです。されたいかも。じゃあじゃあまずはマリアさん。はい、私にしてください。マリアさん、はい、では用意スタート。ラクラクラク。あ、いくのが笑ったよ。気になるね。どうしようかな。これさっきちらっと見たんだけど、結構不思議なね、言葉のカードとかが入ったりしてるから、ね、難しそう。あ、いいよ、ハンちゃん、いいんじゃない。ちょっと、どうしよう。シャッフルしちゃったから全然一貫性がなさすぎて難しいよね。難しいですね。やっぱハンちゃん慣れてるから結構。いや、慣れてる。こっちだからこのゲーム、告白慣れてるって。ドキドキ。じゃあやります。君は命より大切な猫、大切にするよ、結婚してください。ちょっと待った、これからもずっと君を愛してる、結婚してください。やちょっと待った、僕と暮らさないか、大切にするよ、結婚してください。なんて言ってた？なんか猫しかなくて。あ、なるほどね。あ、そういうこと？君は命よりも大切な猫、大切にする。すごい。それマリアさんにじゃない。福丸。福丸に言ったからなの。じゃあ私は行くのと結婚します。ということで次はハンちゃんが親でゲームをやってみたいと思います。はい、お願いします。思います。
よーい、スタート。よっしゃ。むずっ。マリアさんとか得意そう。得意そう。初めてのプロポーズです。お、変な単語もあったので使い方が難しいです。難しいね、はい、難しい。よくわからないカードしか配られなかった。3人の中でどの子かが一番楽しみですか？でもりなちゃんが楽しみ。さっき上手だったもんね。はい、うん、上手。プロポーズさせてください。拒否です。ダメです。いきます。君に永久に愛してるの呪文かけてあげるよ。結婚してください。もう、はい、おいいんじゃない。ちょっと待った。お、僕にとってキスなんてクソくらいだ。本当の君を愛してる。結婚してください。すごいの。不思議な。面白い。ちょっと待った。僕はこの感情を耐えられないんだ。結婚してください。みんな上手すぎて選べないんですけど。上手だった。私なんかすごいの入っちゃったけど、私もよく分かってないですけど、なんかもうそれしかなくて難しい。決まりました。お、マリアさんです。お願いします。やったー。嬉しい。呪文かけてあげるよってのがちょっとキュンとしました。わー嬉しい。はい、よかった。じゃあ次は私がプロポーズしてもらいます。はい、頑張ります。で、じゃあどんなのが好みですか？私は、真剣なプロポーズよりもちょっとひねったプロポーズがキュンとするかもしれないですね。難しいことだね。そうなの？そうです。では、よーい、スタート。レイヤーは誰のプロポーズを一番楽しみにしてますか？でもマリアさんとイクノちゃんは、うん、まだちょっとあのひねった回答を聞けてないので、ちょっとハードル上げちゃうんですけど楽しみにしてます。わぁ、最悪の後輩だ。ということで、まずはイクノちゃんからプロポーズしていただきます。僕はマジ死ぬまで君を大切にするよ。結婚してください。かわいい。マジちゃんと入れてくれてる。ありがとう、ありがとう。受け取った。ちょっと待った。僕は君をなしで考えられない。そんな世界考えられない。僕は君をなしで考えられない。そんな世界一緒に宿に入ろう。一緒に箱に入ろう。結婚してください。一緒の墓？嬉しい。一緒の墓。ちょっと待った。君の宝石箱になってあげるよ。結婚してください。キラキラしたね、宝石箱になってあげるよって。なるほど。迷うけどイクノちゃんで。わあ。ちょっとさっきまでちゃんと真剣にプロポーズしてたのに、うん、私のためにちょっとふざけてくれたのがキュンとしました。イクノちゃんに。すごいね、ハンちゃんいろんなのをさ組み合わせるからさ、なんか変な言葉になっちゃった。でもうまい。うん、上手。一回墓っていう感じ、宿って呼んでました。ということで最後はイクノちゃんが親でみんなでプロポーズしていきたいと思います。はい、頑張る。イクノちゃんはどんなプロポーズにキュンとしますか？お、聞きたい。真剣？面白い？面白いやつ。面白いですね。楽しみですね、それは。されたことある？プロポーズとか。なんか、あるの？知らない人に。知らない人に。タイプでって。ナンパ？ナンパかな、それは。でも一瞬で逃げました。ナンパが、イクノにナンパしたやつダメでしょ。ダメだよ、小学生。あと幼稚園の時に、うん、プロポーズされたの？
6年生の時。え、たくさんされてる。モテてんじゃん、行くの。私たちより経験豊富ですね。ね。これはハードルが高いです。高い。やばいね。いろんな人のプロポーズ見てるから。よーい、スタート。よっしゃ。どうですか、マリアさんたちは。見た感じ、面白いのできそうですか？面白いカード、こういう時に限ってなんもないわ。難しい。素敵なカードばっかり。素敵なカード。引くのがいっぱい告白されてること分かって、今めっちゃハードル上がってる。確かに。君とバージンロードと太陽、どうにかなってしまいそうな。結婚してください。不思議だ、不思議だ。ちょっと待った。お、僕が苦しい時、君が女神に感じるんだ。結婚してください。すごい。ちょっと待った。運命なんて気にしなくていいのさ、そう思うだろ。僕は君のナイト。結婚してください。ナイト。いや、結構共感性周知みたいだった。やめてください。やめてください。そんな、結婚してください。レイヤちゃん。こちらの手札カードを最低でも4枚以上使用するルールでやってみたいと思います。じゃあいいですか。はい、よーい、スタート。わ、最悪、共感性周知って言われそう。最初のそういうの苦手。すみません。あー、やだ。リクの静止画みたいになってる。待ってる。ね、本当に本当に絶対恥ずかしいですよ。楽しみにしてるよ。じゃあ行きます。はい。君は世界一記念日、君のことを大きくなって見せてあげるよ。結婚してください。どういうこと？大きくなって見せてあげる。君のことを教えてくれ、大きくなって見せてあげるよ。なるほどね。ちょっと待った。君を抱きしめたいかもしれない。あったかいだろ。最高。結婚してください。抱きしめられた。僕はバラ色の幸せでしかない。結婚してください。いいじゃん、うん、いいじゃん。かわいい。上手だね、行くの。あったかいだろうね。まあどうしよう。でも一番ブンとしてなりたかったのはレイヤちゃんなので、レイヤちゃんで。やったやった。恥ずかしかったけど。恥ずかしいですよ。ずっとしてよかったですよ。あったかいだろ、あったかいだろ、あったかいだろ。最高。最高。はい、ということでゲームやってみましたけど、はい、どうでしたか？いや、すごい難しかったけど、めちゃめちゃ盛り上がったので、なんかお酒とか飲んでる人がやったらめっちゃ面白い。私たちはまだ飲めないので、二十歳になってからまたやりたいなって思います。あ、いいですね。結構かかるけどね。結構ね、8年後とかですけど。ハンちゃんとかどう？文がおかしくなってしまったんですけど、楽しかったのでまたやりたいです。チャレンジ選手は一番良かったですね。イカナちゃんとかどうだった？と難しかったけど楽しかった。いつも上手だったな。いや、本当に難しかったんですけど、うん、最後恥を捨ててマリアさんと結婚できたんでよかったです。ありがとうございました。